実力はこちらが上だ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。敵の相性を調べる必要があるな。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。ヨハンナ、敵だ。まさに女性だな、クイーン。ねえな、みんなで殴ればすぐに済む。いいか言えるぞ。よし。うん、楽な戦闘だったわね。この世界に何の用だ。ザートなんか一人きりだ。容赦しない。逃げ切れなかったか。さて、よし、戦闘終了。行きましょう。神秘な格好だ。ザーコなんかひとひねりだ。ペルソナ、これです。今も今の感覚を忘れないようにね。うん、ご苦労様。よし、倒せたね。さあ先に進もう。マジだよ、やるって。敵3体だが実力は強血に弱いですね。大丈夫、こちらの方が強さを上よ。ペルソナ、いけ。ペルソナ、くたばれ。いいぞ、敵2体撃破。何する気だよ。はあ、やった。でまあ落ち着けって。
シャドウって何匹いるんだ。倒してもキリねえのか。視野を広く。
わかるかな。正解だ。よし。おい。今はま、そうだ。うん。行こっか。おう、帰ったか。皆さん、いい。Will it unleash me, burning down the walls?
待ってたよ。頼んだよ。やれやれ。よし。帰るぞ。あの金城純也が自首した上に素直に全面自供。組対が血眼で洗っても尻尾さえつかませなかった怪盗団。人の心を操ることは犯罪なの？方法によっては犯罪ね。悪事を認めさせて罪を償わせても。あの子影響されたりしてないわ。怪盗団。クソ。さて皆さん、答えてください。これだ。いいです。よし。来たぜ来たぜ金城の自白。警察からの発表でえれえ騒ぎになってんじゃねえか。警察の手柄になっているのが納得いかんな。でもネットじゃ完全に怪盗フィーバーだよ。見てみ。一気に来たな。手のひら返しというやつだな。実は信じてた、応援してたってな。誠が目立つ場所に晴れって言ったの、こういうことだったんだね。さすがの頭脳プレイってやつだな。で、その肝心の会長様はどこ行った？ちょっと詳しく。予告状のビラが取り上げられてたの。マジで？とりあえず今日はごめんなさい。また今度。
誰だ。マジかよ、すげえな。しかしこの騒ぎ、警察に目をつけられなければいいが。余裕だろ、あんな世界誰もつき。そうなんだが、あの世界で金城が最後に言ったこと、そう、パレスに出入りしているやつが私たちだけじゃないって言って。俺は気にしねえ、あいつの出任せかもしんねえし。そうならいいが。にしても明智のやつはざまねえぜ。こりゃ次のターゲットはどうすっかな。気が早すぎ。でも実際これだけ騒がれたら次も結構期待されるかもね。ここまで来ると下手な相手は選べねえよ。急ぐ必要はない。最初の鴨志田から数えればもう3連勝だろ。騒ぎが一段落するまでは静かに待てばいい。だったらまた打ち上げしない。おっと、それもそうか。会長さんの歓迎会もセットだな。例のアタッシュ、あれやっぱ結構高えのな。売っ払ってパーッと使おうぜ。やれやれ、静かに待つって話がどっかへ飛んでってるな。じゃあ今回はモルガナ抜き。何言ってんの、静かに騒げって言ってんだろう。そう来なきゃ。じゃあ誠と場所相談しとくね。あ、もしもし誠、言い忘れてたことあってさ、実は あどうかしたか。聞こえてる？ユウスケとモルガナ以外は来週から期末試験だからね。目立たないつもりなら成績がひどくて睨まれるとかは本当にやめてね。生徒会長としても見過ごせません。ひとまずおとなしく学業に専念して、楽しいことは明けてから。いいわね。ウヘア。説明してもらおうか。回答は正義である。書いた通りです。回答が誰か分かったのか。いいえ、見当も。ただ前後の事実関係から彼らの主義主張には何ら落ち度、したがって彼らを正義とみなし調査を終了しました。そんなはずがあるわけなかろう。そんなはずがない。ならばその証拠を見せていただけますか。後輩が理事を務める大学にせっかくいい推薦の話があったんだが。必要ありません。実力で勝負するつもりですから。失礼します。おい、まだ話は終わってない。先生、私です。お忙しい例の件で。ええ、進展しております。ただちょっと難航して。しかし先生ほどの方がなぜまたこんな事件にご興味を。いえ、そんなつもりは。はい、もち、それでは失礼いたします。お時間。くそ。ただいま。おかえり。なんか疲れてる？私はいいの。誠はちゃんと勉強してるの？うん、やってるよ。ねえ、なんで勉強？どういう意味？
やった先に何があるのかなって。苦しい受験に勝ち抜いても、その先も競争社会はずっと続いて。成功のためでしょ。小さい子みたいなこと聞かないでよ。この人、怪盗団が予告したって噂よね。急に犯罪歴を自白したって。警察でさえ実態がつかめてなかったのに、本当にと人格が変わってしまったとしか思えない。いいじゃん、捕まったんなら。おかげで誰の手柄にもならなかったわ。出世のためには目標ってのがあるのに。子供には分からないでしょうけど。やっぱりこの事件を追ってたんだ。出世か、変わっちゃったなお姉ちゃん。でも私はね、お姉ちゃん、帰ったか。皆さん、グイ、おい、
ではまた。お疲れ様。悪いですが。やれやれ。よし。はあ。新しく加わった仲間というのは真実だけを喋りなさい。あの誠が馬鹿げてる。もし本当なら君が逮捕された時誠も近くにいて、でも今思えば確かにあの子な誠の件はともかく、怪盗団以外に異世界を使う悪人がいる。金城が君の責任転嫁とも取れる言葉ね。正直そんな言い分を通す気なら、今まででたらめを並べ立てた説二通り考えられるわね。全て妄言で、あるいは全て君は初めから私に私を信用するということかしら。もともと心を盗む泥棒なんて相手を取りいいわ。どんなに常識外れでもそれを理由に信じないという聞き方は、その代わり君も真実だけを語りなさい。フェアに取引よ。いいわね。我は次我よし。時間がないわ。次の標的の話。いえ、次の標的は向こうが先に怪盗団を狙ってきたのよね。相手の正体はこれ。写真はなし。本名も素性も不明。君の話が本当ならこれじゃナビとやらは使えないはずよね。どうやって狙ったのかしら。冷蔵庫の食材確認しといてくれ。お、え、違う？可愛くない？店員が勧めてくれたやつだったんだが。え？ダメじゃないけど違う。分かったよ。ちょっとかかるかもしれん。店番頼むわ。もし戻らなかったら。頼んだぜ。たく、手がかかり。
上、金城容疑者の続報でした。この事件、怪盗団の犯行と言われていますが、どう思われますか？手口は分かりませんが、いずれにしろ法治国家を脅かす危険な存在だと思います。他人の心をいじっているわけですから、これでは洗脳と変わりあり。なるほど、おっしゃると。どうなってんのかしらね。この前もあったじゃない、何でしたっけ、ほら有名な、悪い人たちを懲らしめたんでしょ、怪盗団を。そうかもしれんが。ねえお兄さん、あなたもそう思うでしょ、怪盗団は悪いことして。ほら見なさい、ほらこんな時間、そろそろ帰りましょうか。うん、そうだな、ごちそうさま。金城の件報告を受けてます。しかし、世直しなどという絵空ごと、怪盗団は本気で。おっしゃる通りです、大衆の怪盗団への支持は感心しませんな。怪盗団の足取りに注目されて、例の世界が明るみに出る危険も。実は彼の持ち込みで、一つ直接対峙することなく怪盗団には自滅してもらうというものでして、廃人化の件を怪盗団の仕業に仕立て上げてやるんですよ。やはりそうでしたか、奴のアイデアにしては容赦がないなと。それにしても先生、よほど怪盗団の所業を目に余ると見えます。心中お察しいたしますよ。では例の大掃除を急ぎましょう。世直しなんて大技、怪盗団には分不相応。未来の総理である先生にこそ世直しをなす資格がある。遊びに来てやったぜ。違うでしょ、テスト勉強、期末試験。はあ、なんで私まで。仲間なら当然だろ、教えてもらわねえと困るしな。あなたまでそんなこと言うの？あいつらはほっといて。はあ、前に来た時は聞けなかったんだけど、ここって何？お店の人とかいないけど。ここ、こいつん家。複雑な事情があってな。これ、話していいんだろ？つうか自分で話せ。俺もアンもユウスケも似たようなもんだ。こいつほどヘビーじゃねえけどな。人一倍許せねえことがある。だからみんな。おい、我が輩を忘れるな。わってるよ、みんな仲間だ。つか、誠にも許せねえこととかねえの？改心させたいやつがいるとかさ。内緒よ。お、いんのかよ。別にいやいいのに、釣れねえな。それより試験勉強する気ないの？あまり。じゃあ帰っていいのね。あ、うそうそ。あ、この単語なんだっけ。
ビアだから恐怖症、兵将恐怖症かな。あんま言わないけどね。単語や長文は任せて。文法は苦手だけど。英語とか勉強しても将来使わねえし。お前は日本語も怪しいだろう。うっせ。これ作者の心情を答えろ。無理だ。公式とか覚えらんねえ。なんかうまいカンニング方法ね。ちょっと休憩入れましょう。以上、金城容疑者の続報でした。さて、明智さん、この事件、怪盗団の犯行と言われていますが、実際のところどうなんでしょう。予告状がばらまかれた経緯もありますし、間違いないと思います。問題は怪盗団が具体的に何をしたかですよ。もし容疑者の心をいじったのだとしたら、自白にもどこまで信憑性があるのか疑問ですから。つまり怪盗団は心をいじることでありもしない罪を捏造していると。その可能性は否定できません。確かに怪盗団は世の中の隠れた不正を暴いているかもしれません。でもそれがルール無視の勝手な行いなら非常に危険な考え方です。無法者という…ええ、悪人と何も変わらない。看過できません。なるほど。なるほどじゃねえよ。なんで俺らが悪者にされるんだよ。言わせとけばいいって。私たちが正しいって分かってくれる人も増えてきてるんだし。街歩いてても俺らの噂、掲示板も盛り上がってるし、もしかして天下取った。街のチンピラぐらいで調子に乗るな。でかい口はもっと大物をやってからにしろ。また大物やりゃ済む話だろ。最初からそのつもりだったし。確かに考えておいた方が良さそうね。すぐ見つかんだろ。俺ら追い風が吹いてんだぜ。今なら負ける気がしねえ。まあそれはおいおい決めましょう。まずは試験を乗り越えないとね。さて休憩おしまい。で、そういや打ち上げ、試験終わったらやるって決めてた。だそうだったわね。どこ行くよ。目標あったら勉強はかどる気がするわ。前はホテルのビュッフェか。それ以来だな。どこがいいかな。ねえ、花火とかどう。打ち上げ花火大会。そういやそんな季節だな。いいんじゃない。ビュッフェも捨てがたいが、夏の美を俺は取る。ただし宴で飯もくれ。浴衣？浴衣？花火大会よくね？な、お前もそう思うだろ？んじゃ花火大会で決定。その前に勉強でしょ。赤点取ったら承知しないからね。おんじゃ花火大会で決定。良さげなの調べようぜ。その前に勉強でしょ。うん。
おはよう。あのさ、答えてごらん。さすがだね。
いや、それじゃ。期待しちゃう。お静かに。これだ。正解です。よし。